動きは非常に早かった。前半5分でゲームが動くという展開でした。クロスは湯沢から、いいボレーでしたね。ビューティフルゴールですよね。前半はこの湯沢の積極性っていうのがね、本当に目立ってましたしね、このシュート簡単ではないと思うんですけどね、うまく流し込みましたよね。このガッツポーズ、吉田監督、今日はいけるぞと。幸先いい先制ゴールでした。25分です。サリーナスからビッグチャンス、千葉にもありました。中央清武、清武ね、うまくね、こう相手の背後から前に入って、そこにうまくこのサリーナスのボール入ってきたんですけどね、ちょっと振りすぎましたかね。結局千葉は前半のシュート1本に終わりました。ゲーム後半に乗り返します。62分のシーンです。千葉、この時間帯でも195センチのターゲットマン、イブスキが途中で入っておりました。サッカーをガラッと変えて、こう突破口を導き出しましたね。で、68分の甲府のチャンスのシーンですが、まあ、ここですかね、ターニングポイントは。これが入っていれば、もうゲームセットな感じだったんですけどね。完全にこれ放物線はもう見事でしたけどね。あと数センチ下に落ちてればね、クロスバーを叩いても入ったかもしれなかったというところでした。1対0のままゲームは終盤に83分です。舟山のオーバーヘッド、芯も食いませんでした。そうですね、ちょっとすねあたりに当たってましたかね。狙いはもう自分のイメージはあったと思うんですけどね。ただこの後千葉はもう是が非でも勝ち点ということで、近藤直也をディフェンスラインから監督の指示で上げてパワープレー。迎えた後半アディショナルタイム、同点ゴール。そうですね、これ多分ディフェンスの手か何かで当たったんですかね。コース変わって川田のいないところに転がってきましたよね。